皆さんこんにちは。師匠のつぶやきスカーフガーデンです。今回は、ユニクロから世界を見てみましょうっていうことなんですけど、今回はマリメッコというフィンランドのブランドとユニクロが今年2020年コラボレーションしてアイテムを作ったんですけれども、日本以外の国で売っているという不思議な現象で展開しました。なぜ、日本では買えないのか分かりませんが、ちょっと調べたんですけど、あまりどこにも書いてなくて、ライセンスの関係かなんか分かりませんけれども、日本以外の国で売られています。それで、いろいろ、海外のユニクロをチェックしました。で、一番わかりやすかったのがシンガポールでした。で、その後シンガポールからちょっとそのアイテムを見てみたいと思います。 Hello everyone, thank you for watching my channel. Today, I'd like to see Uniqlo overseas.Well, this year, 2020, Uniqlo collaborated to Marimekko. However, it's very strange. Uniqlo in Japan, they don't sell such items in Japan. Except Japan, they are selling such collaborated items. I checked some other countries of Uniqlo, and I find out that Uniqlo Singapore, they have quite a lot of items. So I'd like to see this time such items by Marimekko collaborated with Uniqlo. Then we can find something, I hope, new. New things. Let's see. And unfortunately, each Uniqlo site in overseas, we Japanese can't place order. They just available for each country's each nations. So, I hope someone who live in Singapore or however other countries will join us, and I hope I can make a network to help each other when they have such a collaborated items or scarves or anything that we can't press order from Japan. So I hope many people will give comments and just join us to make such a team.このチャンネル、師匠のつぶやきの、見てくださってる方は日本人の方がだいたい 30% で、 70% 近くの方々が海外の方なんですね。だから今回のように日本以外でのユニクロでしかマリメコのアイテムを売らないっていう場合は、その海外にいらっしゃるこのチャンネルを見ていてくださってる方がヘルプ、協力してくださって、そういうアイテムをお互いに買うのを助け合うようなネットワークができたらと私は思っています。まあ夢ですけれども。で、もし海外にいらっしゃる日本人の方で参加してもいいよという方はコメントをくださったら助かります。あ、ツイッターの方でも結構です。それはまあ将来の夢なんですけれども、これからそういうふうにネットワークを構築していけたらと思っています。よろしくお願いします。では始めましょう。これが2018年1月10日のユニクロのプレスリリースです。前回はこんな感じのアイテムがあったんですね。デザイナーマイア・ローエ・カリさんですね。これがマリメッコの、サイトです。これ日本のサイトです。21日からセールになっている模様です。ちょっと見てみましょう。ここにアクセサリーがあるのでスカーフ
もちろんスカーフガーデンなのでスカーフを見てみましょう。これを見てみますか。全体がこれですね。ブルーで綺麗なブルーですね。これがコットン100%、55.5、横55.5ですね。4950円もします。これがスカーフのアクセサリーズのところのスカーフなんですけども、ちょっと前に、他の国のユニクロを見たらセールになってたような気がします。まず、これをもう一回見ます。これが、77.19 かける14.9は1150円ですね。そうするとマリメッコからするととても安いですね。100%コットン。ということは素材が違うのかな。だから安いのかなとも思います。まず最初に Google でユニクロシンガポールマリメッコと入力してください。Please write Uniqlo Singapore Marimekko and let's check it out. Here's Marimekko. これがシンガポールのユニクロのマリメッコのアイテムを並べたものです。どんなアイテムがあるか見れますのでチェックしてみましょう。Let's see Marimekko items. Here's a video. ゆっくりアイテムを見てみましょう。Let's see each item. Outerwear、コートみたいなものですね。Then tops、Let's see. They look like pajamas. パジャマみたいなシャツですね。これは T シャツなはずですけど、そうですね。これは T シャツですね。これがブルー。で、どんどんいきますと、Then bottoms。ボトムスですから、下のパンツの方ですね。そしてドレッシーズ。ドレッシーズはワンピースのことですね。ワンピースもあります。これを見てみましょうか。Let's see this one piece, dress. They have two prints. すごく鮮やかですね。ブライトカラーですね。で、私が気になっているのがマリメッコのスカーフです。これがリネンが3つありますね。リネンのスカーフ。オーバーレーティング。This linen scarf 130×140 cm. Materials リネン 35%、カットン 65%、コットン65、リネン35ですね。
で、リネンじゃないもの。スカーフス。ナタリネンスカーフス。これがミニスカーフで、65×65cm で、65×65 で、これはコットン 100% になっています。で、私が気になったのは、このかわいいストローハット、麦わら帽子、これかわいいなと思いました。中はアジャスターで、頭のサイズに合わせて調節できます。You can adjust size of head by this string. で、このバッグもストローバスケットもすごく、麦の麦、これはバスケットですね。中はこんな感じになってます。Why Uniqlo Japan they don't sell this item? なぜ日本のユニクロはこんな可愛いのを売らなかったんでしょうか？ライセンスの問題か何かがあったんでしょうか？ちなみに、中こんなに広いですね。だいぶ入ります。マリメッコ。マリメッコのストローバッグに、裏地のところの同じプリントのスカーフを、持ち手のところに巻けたらとても可愛いと思います。それが、できないのが残念です。I think, if you tie such a same print scarf to bag's handle, it's gonna be very cute. Well, we can't do that in Japan. That's sad. シンガポールのサイトを調べたシューズもありますね。エスパドーリュですね。調べたら、シンガポール以外の国には、送れないそうです。They don't ship outside Singapore. That's sad. これもかわいいですね。で、これはコニクイというか、中がマリメッコなんですね。マリメッコのプリントがついてて、かわいいですね。Inside of shoes, they have a Mari Meiko print. It's very cute. という具合で、マリメッコ。子供のも、they have children's。ね、お子様のもあるはずなんですね。こういうふうに。They look very cute with little girl. ドはユニクロ USA マリメッコ。This time, ユニクロ States USA マリメッコ。Let's check it. Women. Oh, they have. Let's check this one. Oh, it's on sale. セールですね。これなんてすごく安いですよね。7ドル90、1000円、1000円くらいになっちゃってますね。こういう、安いですね。とにかく安くなっています。で、やっぱりその国のサイトで、Each site in each country has different items, also different, maybe different sizes. So, これ only 1490って1600円くらいで買えるんですね。ね。という具合で、ユニクロから世界を見てみると、
いろんなことがわかります。We can see different things、through Uniqlo and、overseas. It's very interesting.